イオアニス・ミトロポーロスはギリシャの元体操選手である。彼は1896年に開催されたアテネオリンピックの体操競技で釣り輪で金メダル、平行棒団体で銅メダルを獲得した。アテネオリンピックでの体操競技では全8種目が実施された。ミトロポーロスはこのオリンピックで平行棒個人競技と平行棒団体競技。 そしてツリーは競技の3種目に出場した。平行棒での個人メダル獲得はならなかったが、彼の所属したエセニコス・ジムナスティコス・シラジョスは団体競技で銅メダルを獲得することになった。ツリーは競技ではドイツ代表のヘルマン・バインゲルトナーと激しい点数争いになって審判の決定が硬着状態になった。最終的には、 オリンピック組織委員会の一員として加わっていたギリシャ王子ゲオルギオスが同国代表のミトロポーロスに金メダルを与える裁定を下し彼はギリシャ選手として初の体操競技金メダリストとなった後にミトロポーロスは弁護士になった1896年のアテネオリンピックでは金メダルはなく優勝者には銀メダル第3位の選手には 銅メダルではなく賞状が授与されていたが、獲得メダルの表示及び、本文の表現は便宜上、第2回以降と同様のものを用いている。ジムナスティックス・アット・ザ・1896・ラナ、サマー・ゲームズ、メンズ・パラレル・バーズ、チームズ平行棒団体競技は、ドイツから1チーム、開催国ギリシャから2チームの合わせて3チームのみが、出場し、 選手は3チーム合計で63名だった。ミトロポーロスの所属するエセニコス・ジムナスティコス・シラジョスからは彼を含めて19名の選手が出場したが、そのうち15名の選手の氏名は不明である。ジムナスティックス・アット・ザ・1896・ラナ・サマー・ゲームズ・メンズリングス。ありがとうございます。